毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。日本物理学会70周年の企画、物理学70の不思議解説シリーズへようこそ。今回の不思議は、デイジの量子状態から見る生命現象、です。光合成は、植物の生命活動に不可欠ってのは当然として、その生成物である酸素や糖質は、生物全体にとってなくてはならないものです。皆さんが想像する光合成っていうと、太陽光のエネルギーを使って、二酸化炭素と水から、糖質と酸素を作り出す反応だと思いますが、実際の光合成は、多くの過程を含む複雑な化学反応です。最初は太陽光によって、あるタンパク質内の色素中の電子が励起して、その電子が、別の色素、別のタンパク質を順々に励起していって、反応中心って呼ばれるタンパク質内の色素を励起して、って感じで始まります。太陽光が弱い時は、吸収された太陽光は 100% 光合成に使われるっていう脅威の効率を実現してるんですが、その起源を物理学の言葉で理解することは、未だにチャレンジングな不思議として残っています。ただ、フェムト秒レーザーを使った非線形超高速分光技術によって、物理学としての光合成研究は、次のステップに進んだと言えます。光合成に用いられるタンパク質の結晶構造やどういった波長の光を吸収するかっていう基礎情報以外に、タンパク質内における光合成反応のダイナミクスを直接捉える研究が行えるようになってきてます。ただ、単一のタンパク質内のダイナミクスを理解するっていうのは、光合成反応の出発点にしか過ぎません。実際の光合成は、複数のタンパク質を経由して、エネルギーを反応中心に輸送します。そこを理解できるようにならないと、光合成が分かったことにはなりません。それを理解するためには、量子、化学、生物物理などが協力して、研究に当たる必要があります。複数のタンパク質を介した複雑なシステムが理解できたとき、光合成だけでなく、一般的な生命現象の理解の扉が開くはずです。そんな感じで、光合成のお話でした。小学生の時に習った光合成も、実はわからないことだらけなんですね。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなまた次回。